ウーバン図書館の外に立つベンジャミントンプソンの彫像、ミュンヘンにある彫像の複製1790年建設の邸宅ボールドウィンテー。左はミドルセックスウンガウーバンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、ミドルセックス郡の南東部に位置する都市である。ボストン中心街から北に9マイルにあり。 週刊高速道路93号線と九95号線のインターチェンジのすぐ南に一致している。2010年の国勢調査では人口38,120人だった。ウーバンは1640年にミスティック側の主要水源であるホーン池近くに入植したのが始まりであり、公式には1642年に法人化された。当時の領域には 現在のウィバンの他に、ウィンチェスター、バーリントンの街全体と、ストーナムとウィルミントン各町の一部が含まれていた。1730年にウィルミントンが分離し、1799年にバーリントン、1850年にウィンチェスターが分離した。街の名は、イングランドのベッドフォードシャーにあるワウブンから取られた。1642年11月22日、アメリカでは、 最初の宗教安守式が行われた。トマス・カーター牧師がニューイングランドで最も著名な多くの者たちの前で先制就任した。その著名人にはボストン第一協会の牧師であるジョン・コットン、ドーチェスター第一協会の牧師であるリチャード・マザー、ウーバンの教会と町の共同設立者であるエドワード・ジョンソン大尉がいた。ジョンソンはウーバンの父と見られている。 ジョンソンは、初代長事務官を務め、町を代表して、マサチューセッツ議会代議員となり、マサチューセッツの最初の地図を作り、植民地の最初の歴史を書いた。最初に組織された、タウンミーティングは1644年4月13日に開催され、町の初代役人が選ばれた。調整委員は、エドワード・ジョンソン、エドワード・コンバース、ジョン・ムーサル、ウィリアム・ラーニド、 エゼケール・リチャードソン、サミュエル・リチャードソン、ジェームズ・トンプソンだった。ウィリアム・ラーニドは、警官にも選ばれた。マイケル・ベーコン、ラルフ・ヒル、トマス・リチャードソンが、ハイウェイの測量士に選ばれた。エドワード・コンバース女祭も、ウーバン設立者の一人だった。初代の調整委員の一人であり、ウーバンで、最初の家屋と最初の製粉所を建設した。町の運営について、 大変活動的であり、大土地所有者、製粉者、測量士でもあった。ウーバンの年貢ウーバンは、水質汚染事件で注目を浴びた。1870年代中盤から、後半、地元社会は、特にウーバン市東部のパイン通り地域で、子供たちの白血病などの病気の発症率が高い、ことを心配するようになった。1979年、市の井戸 G や H で、 高いレベルの化学品汚染が見つかった後で、町の住人は、白血病、癌、及び幅広い健康障害の異常に高い、発症率が、シのイド G や H から組み出された地下水に含まれる、揮発性有機化学物質にさらされていることに、関連すると疑うようになった。1982年、子供が白血病にかかったあるいは死んだ市民の多くが、 w r グレースカンパニーとベアトリスフードの2社に対して訴訟を起こした。グレース社の子会社であるクライオバック社とベアトリス社がウーバンの井戸 G や H に近い彼らの施設からトリクロロエチレン、パークロロエチレンなど工業溶剤を不適切に放出することで地下水を汚染したことが疑われた。多くの者が不手際な裁判と考えたものに関する議論の多い反 裁判を担当したウォルター・ J ・スキナー判事は、陪審員を含め多くの者が混乱しているとみなした。問題に、陪審員が答えるべきだと裁定した。アメリカが衆国環境保護庁の報告書は後に、ベアトリスとグレースに汚染の責任があると判断した。作家ジョナ・サン・ハーが書いたノンフィクション、シビル・アクションが世に出た。1998年、この本をもとに、 ジョン・トラボルタとロバート・ディバルが主演し、同名の映画が制作された。この映画の大半は隣接するベドフォードとレキシントンで撮影され、ウーバンで撮影されたのは、わずかだった。ウーバン氏は、北緯42度29分4秒整形71度9分7秒、北緯42.48444度整形71.15194度、 42.48444-71.15194に位置している。ウィルミントン町、レディング町、ストーナム町、ウィンチェスター町、レキシントン町、バーリントン町と接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は12.9平方マイルであり、このうち陸地12.7平方マイル、水域は0.2平方マイルで、 水域率は1.71%である。ウーバンは湿潤大陸性気候であり、ボストンの郊外部の多くの気候と似ている。冬はやや寒いが、古代湖周辺やカナダ南部、さらにはニューイングランド北部ほど厳しくはない。それでも時として北極風が吹き、気温はすぐに氷点下まで落ちる。春は外して下肢45度から下肢50度と冷涼に始まり、 まだ雪が寝ていることもある。しかし、すぐに暖かくなり、夏が始まる頃には下肢80度近くまで上がる。夏は外して暖かい日から暑い日となり高い湿度を伴うが、アメリカ合衆国中西部や大西洋岸中部ほど、さらにはニューイングランド南部に比べればしのぎやすい。気温は80代後半まで上がるが、大西洋低気圧が来れば、気温は、 下肢60度台を出ないこともある。メキシコ湾からの高気圧は時として初期をもたらすことがあり、気温は下肢100度近くまで上がるが、これは極めて稀であり、時折あるだけである。秋は、外してすがすがしいが、1日の最高気温下肢70度前後、最低気温下肢40度前後で始まる。その後は、急速に涼しくなり、 気温が30代半ばになって、冬の気配が出てきた時に、秋が終わる。地域の大半と同様に気温の変化が激しく、ウーバンを訪れるとすれば、服装に気を使う必要がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1852年のボストン州ヘンズ、ウーバンとミドルセックス運河が見られる。ウーバン事業協会は、ウーバンにある会社で構成される。 会員制組織である。他の町にある企業でも入会できるが、ウーバンで事業を行う必要がある。この組織の目的は、ウーバン市での事業を促進し利益を守ることであり、企業社会にネットワークサービスを提供している。ウーバン事業協会の役員会は、毎月開催され、協会のために政策を作り、指示を与えている。執行委員会も定期的に、 通常は必要に応じた時期に開催され、重要問題を審査し、政策について役員会に進言する。協会は会員とウーバン地域社会の代表の委員会を通じて作業を行う。会員はこれら委員会への参加を奨励されている。ウーバン再開発公社は1961年にウーバン市が設立した都市再開発のための独立自衛組織であり、 マサチューセッツ州法121バイトに従っている。この校舎は5人の委員で運営され、そのうち4人は市長が指名し、最後の一人は州知事が指名する。校舎は2000年7月に執行された市との合意に従い、市の地域社会開発機関として機能している。ウーバンの公立小学校は8校、中学校は二校ある。近年、ウーバン記念高校のほか 小学校3校が建て直された。新しいウーバン記念高校には ATM 機が備わり、照明は自動スイッチ、教室にはプロジェクターがある。カトリック系のセントチャールズ学校は幼稚園前から8年生を教えており、隣接するセントチャールズ教区に属する。ウーバン駅、アムトラック及びマサチューセッツ湾交通局通勤線のヘイブリル線、ローウェル線のウーバン駅は、 アトランティックアブニュー100にある。アムトラックのブランズウィックとボストン間の中高中距離、列車ダウンイースター号が1日後往復停車する。アンダーソン地域交通センターは地域交通の中心であり、ジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港やマンチェスター・ボストン地域空港行きへのバス便も出ている。マサチューセッツ湾交通局通勤線の一路線である。 ローウェル線のミシャアム駅も市内にある。現在はラッシュ時間帯のみに利用が限られている。マサチューセッツ湾交通局のバスもメインストリート、モントベールアベニュー、レキシントン通り、ケンブリッジ道路など市内主要道路で定期便を走らせている。北のバーリントンやウィルミントン、南のボストンに行く路線もある。郵便局、ありがとうございます。